ヨハネの目視録を書いたヨハネは地球とアルサルの管理人のはずですではなぜ散歩渓谷の刑務所から脱走したフォチュノとョキュパ <laughs> みんなわかんないんじゃん <laughs> アスカルもわかってるから難しいはい、フォチューノとョキュパ、うん、とその他の闇アルサル人を自分が管理人である責任を取った で元のの刑務所に戻さないのですかあのどういうことかというともう彼らすでに罰を受けていわゆる刑務所である地上へ送られたんだよね洞窟からもう実質太陽に当たると、うん、もうあっという間に死んじゃうんですね、うん、だからこれはもうすごいあの、まあ、刑罰ですよね、うん、ある意味で言うとね。うんで ぶっちゃけたこと言うともうこの連中は元へ戻せないなぜならこう流刑地ですから<ー>、うん、そういうことで言うとそのことよりももっと重要なことがあって役割が違うんですよ役割がね<い>、うんうん、例えばですね、うんまあ、政治という役割のある人が、うん、勝手にあの逮捕しに行けるかっていけないじゃないですか。 まあでもこの方おっしゃっているのは大きな意味での,あのほったらかしにしていいんですかってことだけどだほったらかしにしているように見えて実はそのことも実は計画の一部かも,しれないもっと言えば獣医師というのがあってその獣医師は地上の人間とあまりにも絡みすぎたのでそこでタッチできなくなっている。 彼らだけの世界だったらどうにかなったかもしれないけど、うん、地上の人間との接点があまりにも深くなりすぎた、うん、UFO が例えば、ですよ、えー、か東京のど真ん中、福岡のど真ん中になぜ降りてこないかって言ったら歴史変わっちゃうからですよ、一気にね。そ、うん、それよりむしろあの本当かか分からない状態でののの人間の 努力知、うん、知識知恵もしくは自由意志を発揮して置く方が神の意志に沿う。だって天使が洗ってくれてさワバババって言った方が回収しちゃうじゃん。うんうん、なぜ天使が現れないかって言ったら、ね、それやっちゃったら本来の歴史をねじ曲げることになる、はい、本来の。人間の自由意志が コントロールされちゃうでしょ、うん、極端なこと言えば、えー、それは神の側がやっちゃいけないんですよ反対側はそれを必死にやろうとしますけどね、えーえー、神の側はそれはやらない